はい、というわけで今回は、このゲームなかなかね、ダウンロードコンテンツが来ないんで、まあ、ダウンロードコンテンツが来れば、まあ、実装されるんじゃないかというキャラクターをですね、まあ、じっくり見ていこうというコーナーです。もうよくわかんねえけどさ。まあ、3D モデルが用意されてる以上、まあ、ダウンロードコンテンツが配信されれば、その中に収録される可能性はあるということですね。ストーリーモード実況したんですけども、なかなかこいつは速攻で倒してしまってね、なかなか見る機会なかったんで、じっくりと今回は行動パターンとか、3D モデルをじっくり眺めていこうという企画であります。何かご用ですか？まさかこれを止めるなんて無茶言うつもりじゃないですよね。言っておきますが、僕ね、意外と強いんですよ。この時のこの釣り目の感じなんかどっかで見たことあるんで、これなんだろう、これなんかどっかでな、既視感あるんだよな、この顔はい、ということで、まあ、俺が倒れないように、うまいこと逃げ回りながら、これとチャンバロ見ていこう。カグネ出す前というか、各社になる前は、こいつ結構ふざけるんでね。ジャンプ切り持ってる、おーおおこの、なんて言うんだろう、ハイセみたいな感じの、ハイセの必殺技みたいな、居合、踏み込み算みたいな。攻撃パターンもあるのかっていうか、こいつ行動パターン結構多いと思うんだよな。コンボというかジャンプ飛び上がってき、おお、これがねなかなか早い、結構強力だと思う。まあ、この何て言うんだ、何て言うんだろう、エモートみたいなのはあるかどうか知らんけど、ジャンプ切りからの1、2、3、やっぱコンボは3コンボでもあれな、ジャンプ切りは組み合わせられそうなのか。多分あのジャンプして切るっていうのは、まあ、今実装されてるキャラクターのこれと同じだと思うんだよ。バックステップからの、なんて言うんだろう、叩きつけ、いてててて、結構強いんだよな結構強いんだよ。踏み込みがね、なかなか間合いが分からん。これと同じだと思うんだよね、ジャンプしての斬撃は。コンボは1、2、3で、他のと比べると今5連撃したのかな。ニムニムスラッシュの間合いがね、まだようわからん。まあ、そんな感じかな、この第一形態でするのは。1、2切って踏み込んで、切って1、2もできるのか。ジャンプして切る。ニムニムスラッシュ。まあ、第一形態こんな感じかな。1、2、3。うん。まあ、やっぱり基本的に、コンボは1、2、3だよね。まあ、あとはこいつが配信されるかどうかだよね。じゃあちょっとあれだね、こいつの必殺技使わすために削ろうか。多分削らないで必殺使ってこないもん。危ない。よいしょ。ボイスいいよね。キレ、ほら。ほい。さあ必殺技使ってこい。必殺技がね、すげえかっけんだよな。おままごとしましょう。あれを見たいね。再現率はかなり高いから。やばい、危ない。はいはい、よいしょ。このバックステップジャンプ、やばいやばい。バックステップジャンプを組み合わせるとうまくね、攻撃につなげられるんだけど、あんまり素早く出せないんだよね。よいしょ。つまらない。来るかな、必殺技。来い、ちょっと食らってみようか。必殺技来たらどんな感じか。おままごと来いよ。よいしょ。おお、今いい感じに決まったねやります。
ってみんなを守りたい。人もクールも。あのこのシーンなんだけど、今このなんだろう、後ろに流れてる BGM の方が俺は好き。なんていうアニメの時って結構なんていうんだろうな、悲しい感じというかシリアスな感じのこうピアノの曲だ、ピアノのメロディーだったのかなっていう流れてたんだけど、個人的には人もグールもシーンって漫画ですげえこうね迫力があったからガーってきたから、人もグールもガーみたいな感じきたから、もう盛り上がってほしかったわけさ。なんかあんまり悲しいとかシリアスとかなんかそう冷たい感じをイメージしてなかったんで、ちょっとアニメでは拍子抜けしてしまったんですけど、このゲームではなかなか、あの戦闘チックな BGM 流れてるんで、こっちの方が好きですね。必殺技打ってこないなこいつ、食らいたいのに。いて、こっち来い。あ、そういやあんまりこいつあれだね、くるくる回らないね。いつもふざけてなんかスピンするんですけど、あ、止まったぞ。あいつさては俺がこのカグネチャージしてんの分かってんのか、うん、やば。お、ほんと頭いいじゃん。どうした、いって。今のめちゃめちゃ頭良くない？俺が攻撃した瞬間に突っ込んできたけど、ほら今こんな感じでふざけるんですけどね。来い、来ないかな。居合が来そう。はい、この世界を壊した一員はあなたにあるんですよ。ほいほいっと、ほいほい、よいしょ、打ち上げ、来い。人間だけじゃない、あなたは都合をつけてそのつどつどグールの命も奪ってきた。えい、まだまだ、よいしょ、はいはいはい、いって。ちょっとあれだね、やばいなこれ、早く必殺技打ってほしいんだけど、個人的に回復薬取っておこうか一応。まあ格蛇戦ではこっちも覚醒しようと思ってるから、そんなやられるってことないと思うけど、おままごとしましょうが見たいんだけどな。どのタイミングまでいけばいいんだろう。3分の1ぐらいまでか、もう結構削ったぞ。あんまりあれですよね、この来た、ほらほらほら、すげえかっけえでしょ。まあでもね、必殺技的にはそこまであれなのかな、強くはないのかなって感じですね。カグネはめちゃめちゃかっこいいけどね。よいしょ、うわこいつすげえ攻撃してくるようになった。まあ、こんなじっくり見てなかったからなんか新鮮なんですけど、ストーリーの時はなんかすごい、もう負けたくねえっていう。くるくる、ほらほら、かっこいいかっこいい、ほらほらほら、めっちゃかっこいい。めちゃめちゃかっこいいでしょ。ないないない、ここのセリフめっちゃ好き。佐々木ハイセとして、古田さんっていうアニメでは。あなたがいくらもがいても変えられないものがある。あ、そうだ、あなたは今日もしくじる。来た、ほらかっこいいかっこいい、ほらめっちゃかっこいいでしょ。でもなんかあの前方に突き刺すだけ、まあだけって言うとちょっと悪いけど、あんまり範囲は広くないのかなって感じですね。じゃあ普通に戦っていくか、とりあえず格ジャンになってもらおう。俺の HP がつきそうだ。こいつなかなか頭いいのかな。こいつ今俺のジャンプ攻撃をさ飛んでかわしやがった。はい、俺は攻撃しようとし、やばい、来る、これは食らわないよ。しかもめっちゃね、あのレンジが長い、レンジが長いけど、もしかしたらゼロ距離だと食らわないとかそういうのあるのかな。結構爆発してるのが前の方だから、そんな食らわんのかもしれないけど、早くこいつを実装してくれ、頼む。早く実装してくれないか。よいしょ、よいしょ、さあ、各じゃなれ。
ジでウケるよ、お前。まだ足りない。アッシュ一族を殺し、 CCG の歴史を終わらせて、たくさんの命を奪う竜もこの世に解き放った。こんなんじゃまだまだ足りない。僕に全部よこせ。おお、まがまがしい。ちょっとこれもじっくり見たいね。うわ、でもこれ攻撃範囲広いんだよな攻撃範囲が広いから回復薬も残ってないし、ちょ怖えな。これ倒れてあれかな、勝手に覚醒してくれるかな。それにかけて死んでみるっていうのもあれだけど。ほらでかい。うお、範囲見た、今の範囲よ、えぐいね。1回目の必殺通常攻撃がなんかあの必殺技ぐらいあったね、範囲が。金木でも普通にね、自分の周囲、長っ、やばすぎ今の範囲マジかよ。他に攻撃してこない。おい、パンチがよ、普通の1回のパンチがずっと、なんか見た今の捨て身タックルみたいなエフェクトをまといながら突っ込んできて、やばい、来る、これめっちゃ長いぞ。あ、なぎ払いだ、なぎ払いだね。もうこんなじっくり見たことなかった。初見いって、初見の技がめちゃくちゃあるんだけど、やばいわこれは、めっちゃくら。なぎ払いと前方叩きつけとパンチしながら突撃と、あとなんかあれだね、パンチをね、自分の目の前の床をパンチするみたいな技あったよね、一回やってきたけどさっき。これすごいわ、これの範囲すげえわ。やばい、来る、なぎ払いか、あれ来てくんねえかな、パンチ。それ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 、それともう一個のパンチあるだろ、お前知ってんだぞ、隠すなそれ、ほら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 、360度パンチか、これ、これすげえな。なんか爪で引っかいたみたいなエフェクト出てるからあれなのかな。危ない、多段ヒットみたいなのすんのかな、まあ、とりあえず技は全部出し切ったかな。かっこいい。あ、攻撃するときほら目が光る十字に、ほらほらほら、あ、十字じゃなかったな、横一線だった。じゃあ覚醒してこいつをボコすか。勝ってみんなを守りたい、ザンザンザン、はい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 、こいつあれなのかな、麻痺ないのかな、麻痺た、ま、麻痺、麻痺ではないか。負けない、僕は。やばい、覚醒が解ける、いやー解けちまったか。追撃入れて回復していこう。まあでもね、俺はここに必殺ゲージが1本あるんですよ。ちょっとこれ最後これで決めたいね。まだ来る、 HP 削った後は、 HP 削った後はなんか特別な攻撃あったりするのか。あー、パンチ360度パンチ、やばい、来る。まあ見切ってしまえ、もうあれよ、いって、そんなことなかった、全然見切れてなかった。間合いが難しいな、こいつあれだね、それジャンプ攻撃、あ、覚醒後ってジャンプ攻撃の、いって、あ、やべえ、これやばいかもしれん覚醒してくれるかな、もしかして。ちょっと必殺技でとどめさせたいから、おお、マジやばい舐めてたりやられるわ、うん、火力高え。最後これで決めようか、じゃあ。あ、ちょっと距離離しすぎたかな、ゴリ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 ザン。お、終わったか、ん、 HP0 だよね、あ、ミリ残ってんのかな、この状況は。よいしょあんまりこのユニークアクション3を使う機会ってないような気がするんだけど、まあ今みたいなタイミングだと思うんだけどね。はい、ということで、今回はダウンロードコンテンツが来れば実装されるんじゃないかなという、キャラクターを見ていこうの企画第1弾、古田二村でした。まあ、もともとプレイアブルにする予定だったとシャチとか、あれヤモリもそうだ、どっちだったっけ、まあ、あの発売前にアナウンスがあったんですけど、まあヤモリは
ああ、もっと見たいね。追憶の第、1話だったかな。それでヤモリと金木戦あると思うんで、まあそっちの方もじっくりと見ていきたいですね。ということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。